渋川豪輝に連れて行かれるビスケットオリバー、もっと優しくしてこれ。全国の特別さん、こんばんは。深夜の放送部ことタックです。よろしくお願いします。さあ、今日なんですけど、先日リスニーさんからこんなリクエストいただきました。タックさん、こんばんは。こんばんは。この前 YouTube ショーツで70歳くらいのおじいちゃんが合気道かなんかで8人を相手にぶん投げまくっていた動画回ってきました。あれって一体何なんですか？あと、さすがに8人相手だとやらせとしか思えないんですけど、あれってガチなんですか？教えてください。やらせだと？お前、合気道を舐めているのか？私は中学時代剣道を少し習っていた。しかし顧問は合気道の先生だった。そのため武道が違うからという理由で竹刀を握れません。つまり教えることができませんと入部して言われた。そして我が中学は最弱の剣道部だった。そりゃそうやろ。なんやねんこれ。ということなんですけど、こちらリクエストありがとうございます。これを質問に早速答えるとですね、僕も同じ動画回ってきたことあるんですけど、あれは塩田剛造先生と言いまして、伝説の武道家です。おそらくガチです。8人組みたいな動画わかんないですけど、っていうのも僕もこの合気道、さっき言った先生から経験したことあります。むしろそっちばっかやってましたね。ただゆるっと倒されるじゃないですか。あれはむしろ優しさかなと思いますね。本気で流されたら床とか壁とかに穴が開くような衝撃音が鳴ってましたね。シュワッピダーンって恐ろしいですよ。ただこの合気道というものには試合はありません。それはなぜなのか。ひとまずですね、この塩田剛造先生、名前聞いたことある方もいると思うんですけど、この方の経歴と伝説をざっくりまとめてきました。早速です。塩田剛造、1915年から1994年まで活躍した東京都出身日本の武道家です。身長154センチ、体重46キロと小柄ながら、合気道の流派両神館合気道設立、不出世の達人、生ける伝説と称された合気道の達人です。経歴もざっくり。塩田剛造先生は1915年、医者の家系の次男として生誕。小学校から柔道と剣道を学び、当時の中学5年生の時には柔道はすでに三段を取得していました。また1932年、当時18歳になった頃には学長に勧められ合気道の創設者上芝森平先生の道場を見学しに行きます。そこで初めて合気道を目の当たりにします。最初はインチキだと思っていましたが、上芝先生と立ち会うと一瞬で投げ飛ばされます。その日のうちに入門決意するんですね。この上芝先生も相当な方で、数々の伝説を射されています。有名なものでいくと、一度射撃場で6人の狙撃手に囲まれたらしいんですけど、撃たれたんですけど、それ全部避けて、かつ狙撃手の1人をぶん投げたと言われています。もうハンマーバキなんですよ。力士すらも軽々ぶん投げていたと言われています。では塩田先生に話を戻すと、そこからおよそ8年間ですね、合気道の修行に励みます。そして大学卒業後には軍属として中国など各地を巡って合気道の普及活動を行います。日本に帰国したのは戦後のことで、そこから再び上芝さんの下で修行を行いながら、自身も合気道の指導を開始します。そして1956年には上芝さんから独立することを許されて、養心館合気道設立。この後詳しく話すんですが、この間にも数々の伝説を生み出して、1961年には当時の最高位だった合気道九段を授けられます。その後も続けてですね、国際武道館から半死後ですね、武道における最高位合気道十段、合気道名人位というのを付与されて、1990年には全日本養心館合気道連盟および国際養心館合気道連盟を設立。そして1994年の7月、去年78歳でお亡くなりになられました。はい、とざっくりとしたご経歴なんですけど、続けてこの間に生み出した塩田先生の数々の伝説、そして逸話なんですけど、それ本当かいなってなるぐらいどれもすごいです。まずこれは映像残ってますね。ロバート・ケネディのボディーガードに圧勝。こちら1962年ですね。後に暗殺されたジョン・ F ・ケネディの弟のロバート・ケネディ夫妻がですね、養親館を訪問した際の話なんですけど、塩田さん、巨漢のボディーガードを使って合気道の技を披露。ものすごい腕力で腕をわしづかみにされた状態からですね、体重100キロ超えのボディーガードを軽々とぶん投げ、一瞬で全く動けない状態にしました。これ一部映像残ってます。気になる方は調べてみてください。ケネディも認めたとして、この出来事は伝説になってます。次、木村雅彦腕相撲で全勝。こちらですね、木村雅彦さんという、まあ、これまた伝説的な柔道家の方で、史上最強とも名高い方なんですけど、木村さんいわくですね、10戦以上して一勝も勝てなかったということです。体格がすごく小柄な塩田先生なんですけど、腕力が半端なくて懸垂は軽く300回できたと言われています。次に岩倉剛さんフルボッコ。こちら総合格闘家の岩倉さんとも戦ってて、最初岩倉さんは関税舐めてかかったそうなんですけど、もう突っ込んでいった瞬間にはすでに宙を舞っていて吹っ飛ばされたと言います。結果的に左肩を脱臼したと言われていて、戦い終えた岩倉さん、本物と偽物は全く違う、首を折るつもりだったら折られていたと思うとコメントを残されています。最後、人間離れした反射神経。はい、この塩田先生、反射神経というのを特に鍛えていて、およそ8年間金魚の動きを見てそれを真似する訓練をしたと言われています。というのが、まあ金魚っていうのは水槽を叩くと一斉に泳ぎ出すんですけど、お互い絶対ぶつからないんですよ。ここに注目して、この動きを8年間研究して、塩田先生の反射神経は人間離れしたものになりました。結果的に対峙した相手の視界から消える、車に轢かれそうになったと思ったら気づいたら車体の上に乗っていた、犬を蹴って怒らせ噛みついてくるところをかわす訓練とかね、そういったものに切り替えたとか、これはちょっと動物愛護団体から訴えられそうになったとか、いろんな伝説があるんですけど、この塩田先生が戦ってるところ YouTube なんかで見たことある人も多いと思うんですけど、あまりにも軽々と相手が倒れていくんで、実はインチキなんじゃないかと思われてる方も結構いるんですよ。ただ合気道というものを理解すれば、そうい
った疑問も薄れるかもしれません。ちょっとここからはですね、合気道というのはどういった武術なのかというところを少しお話したいんですけど、まず合気道というのは相手を倒すことを目的とした他の武術とは違って、相手の力に逆らうことなく逆にその力を利用して相手を制するという武術になります。なので相手を倒すことというのが目的ではなくて、合気道の目的とされているのは自己鍛錬、つまり自分の精神性とか能力を向上させることよりも昨日の自分よりも一歩でも前に進むというのが最大の目的だと言われています。つまり誰かとの優劣を競う目的ではないんで、これが合気道には試合というものがない理由なんですね。かつ1対1の競技試合を前提としたものではないので、あらゆる状況を想定した総合武術ということになります。また読んで字のごとくですね、気を合わせるというもので、自分の来た相手の気を読み合って自らが攻撃するのではなく、来た攻撃に対してそれをさばいて投げ技、抑え技、関節技を使って技を返すというもの、いわば受けの武術でもあるんですけど、同時に心の修練とも言われています。どんな場面でも無理のない合理的な動きを取り、柔らかく円を描くように相手を制するのが合気道の特徴です。この円というのがすごく大事なんですよね。なのでここで足の動きを見られないように袴を履くんですよ。塩田先生の動画もだいたいコロッと円形に回転しながら相手を次々と吹っ飛ばします。歴史としてはですね、先ほども出た上柴先生がですね、戦後に発表した比較的歴史の浅い武術ではあるんですけど、この上柴先生というのも実は日本に古来から伝わる鬼頭流柔術、柳流柔術、新影流剣術、大東流柔術とか、そういった武術も体得していた方で、これらの武術に精神性ですね、合気を加えて生み出したのが合気道だということです。そういった意味ではルーツというのはかなり古い時代から来ています。だから最初の合気道には決まった方がなかったんで、その真髄を見定めて基本的な型を作り上げていったのが養心館の塩田先生なんですね。また上柴先生が探求したものに呼吸力というものがあって、この呼吸力の原動力が中心力だっていうものがあるんですけど、この合気道の基本となる中心力っていう概念を見出したのも塩田先生なんですね。この中心力の概念は合気道の解明とも呼ばれています。そして1950年頃には世界に広がりを見せて、現在では約7割およそ170カ国に合気道の団体があって、日本が世界に誇る日本独自の武術として世界中で親しまれているということです。はい、とここまではざっくりと合気道とはっていうところについて歴史も紹介したんですけど、やはり合気道っていうのは何よりも精神性を大事にしてるんで、日本に古くから伝わる伝統っていうね、日本を表してるものでもあってかっこいいですよね。相手を傷つけずその力を逆手に取り利用するっていうね、なんかいろんなことに共通して言えるような気がしますね。っていう意味では合気道っていうのは一種の生き方っていう感じもするんですよね。この辺の概念ダンスになるぶっ刺されますよね。じゃあちょっと最後にですね、日本人の伝説の武道家っていうのは他にどんな方いるのかなと思って何人か調べてきました。もしかしたら今後深掘りするかもしれないんですけど、1人目、元部長期。はい、こちら伝説の空手家ですね。沖縄の空手をね、あらゆる名人とか流派から学んで、数多の試合を組んで一度も負けたことがないと言われています。実戦が多すぎて空手界史上最強とも名高い人物です。次、木村正彦、出ました。これはもう塩田先生に腕相撲では完敗したんですけど、古流柔術をベースに近代的な光線柔術と行動感柔道とかを極めて最強の柔道家と呼ばれているようになってます。水平に腕をピンって伸ばして100キロのダンベルを転がすことができたと言われてます。とんでもないですね。次です、国前夜。こちら日本の古流武術鹿島神流というものの第18代宗家にあたる人物です。剣空手柔道とか、もう相手の望む条件でどんな試合もやるんですけど、何をやっても生涯無敗っていうね、ヤバすぎる戦歴を持っていたとされています。だから所沢の大将。次です、4つ目、雷電為右衛門。はい、こちら大相撲史上最高の勝率 96% を誇る伝説の力士です。生涯に喫した黒星たったの11、雷電に勝つと大相撲の歴史に名を残すと言われていました。あまりの強さにですね、あの鉄砲とか張り手とかいくつか禁じ手にされていたという伝説を持っています。最後にこちら、朝倉未来。うわー、路上の伝説です。僕の中ではナンバーワンです。はい、といかがでしたでしょうか。本日は伝説の武道家塩田剛造、そして合気道についてお話しました。ちょっと昔から思ってたんですけど、武術を極めた人ってなんか顔つきが違いますよね。特に日本の武術、やはりスポーツとは違って日本古来の武術っていうのは精神性とか生き方にも通ずるところ深くあるんだなと思いますね。もしリスナーさんの中で武術やってるよって方がいたら、やる前とやった後の気持ちとかメンタルの面でどんな変化があったかみたいなところ教えてください。というわけで今日は以上です。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。おやすみなさい。